今日は寂しさの解消法について話をしていきます。寂しさを感じる瞬間は人それぞれ違うと思います。ですが、時々耐えられないような孤独感に押しつぶされそうになった経験は誰にでもあるのではないでしょうか。では、この寂しさを何とかしたいとき、 私たちは何をすればいいのでしょうか。大抵は誰か仲のいい人に電話したりします。それでも寂しい時は友達とカフェでおしゃべりしたり、ドライブに行ったり、またパーティーやお祭り、花火大会といったイベントに参加したりします。それはなぜかというと、 私たちの寂しい心がたくさんの人を集めて騒がずにはいられないからです。このように人とつながろうとするのは寂しさを少しでも和らげたい、忘れたい。どうしたら寂しさを紛らわせるのかというそのための努力です。では、なぜ寂しいとき、 誰かとつながりたいのかというと、自分は一人じゃないと思いたいからです。ですが、ブッダは、私たちの寂しい人生を、お経にこのように教えられています。読書を読し、読紙、読古、読雷。これは、私たちは生まれてから死ぬまで、 一人ぼっちだということです。このように言われても、自分には、親もいるし、子供もいるし、夫がいるし、妻がいるし、孫もいるし、友達もいるし、決して一人じゃない、たくさんの連れがいる、と思います。そして、誰かと繋がって、 寂しさを紛らわせようとします。それはそれで効果はあるのですが、誰かと繋がっても、一時的ですぐに元に戻ってしまったり、あまり心が晴れないことがあります。それは、ブッダが、一人生まれ、一人死し、一人去り、一人来たると教えられているのは、 肉体の連れではなく、魂の連れがないということだからです。どんなに親しい人でも、愛する人でも、自分のことを分かってもらえないとき、やはり寂しいと感じるのです。どんなに親しい相手にも言えない心があります。これだけは死んでも誰にも言えない。 というものを心の奥底の秘密の蔵に持っています。あの人なら腹を割って話せるというのは言える範囲のことです。その底に誰にも言えない秘密の蔵を持っています。私はそんなことはない。何でも言える相手がいると思うのは まだ気づいていないだけです。その秘密の蔵の扉は誰にも開くことができません。そういう心を誰もが持っているのです。それは人に話をしたら、ああ、そうなの、大変だね、と慰めてもらえるレベルのものではありません。誰にもわかってもらえない。 苦しんでいる自分しか知らない心があります。それをブッダは、すべての人は、生まれてから死ぬまで一人ぼっちだと言われているのです。とても理解してもらえない、自分しか知らない孤独で不安な魂があるのです。誰もが一人一人の世界で生きていますから、 自分の世界を分かってくれる人はこの世に一人もありません。生まれてから死ぬまで寂しいのが人生です。私たちは本当はこの誰にも言えない心を言える人に会いたいのです。それが根本的な願いでもあります。本当の 心の連れが欲しいということです。すべてを包み隠さず言えて、そしてわかってくれる人を探しているのです。ですが、人間にはなかなかできないことです。それを本当にわかってくれるのは仏様だけです。仏様は、その心を見通して、 わかっているよ、そなたのことは、隅の隅まで知っている、と常に呼びかけてくださっているのです。仏教を聞いて、その仏様の声が届いたときに初めて、一人ぼっちが一人ぼっちではなくなって、本当の幸せになれるのです。では、 どうすれば本当の幸せになれるのかということは仏教の神髄ですので、ビデオの下の URL からメルマガに登録してご覧ください。